皆さんこんにちは。モータースポーツの二輪ロードレースをやっているラモト直道です。こんな時期ではあるんですけど、YouTube チャンネルを開設することにしました。今はですね、コロナの影響によって各方面で本当に大変な思いをしていらっしゃる方々がいると思うんですけど、本当に僕のこのコンテンツを通して、家にいらっしゃる方が多いと思うので、少しでも楽しんでいただければいいなと思い、このチャンネルを開設しました。まずはじめに軽く自己紹介をしたいと思います。1994年7月24日生まれの25歳です。今現在僕はですね、スペイン選手権、スペインで行われる二輪ロードレースに出ています。それに合わせてですね、世界耐久選手権と呼ばれる EWC の方にも同時に参戦しています。そんな僕がですね、この YouTube チャンネルを通して主にやっていきたいなと思っていることがありまして、海外での活動風景、僕のその海外での活動風景が日本のファンの方々になかなかお届けできていないのが現状でして、それが僕の中でも少し歯がゆいというか、もっと見てもらいたい部分があったので、それをこの YouTube チャンネルを通してレースウィークの風景であったり、そのスペインとかその EWC のパドックでの風景を自らこう発信していければ、面白いかなと。それとですね、ヨーロッパでの生活、シーズン中はヨーロッパでの生活になるんですけど、その中で、イギリスに住むのがメインになるんですけど、そこでの生活だったり、トレーニングの風景も上げていけたら、面白いなと思って始めました。それと新たにですね、この二輪ロードレース業界を知ってもらいたいとも思っているので、YouTuber 的なことじゃないですけど、その企画とか面白い企画とか、いろんなことにどんどん挑戦していけたらいいなと思ってます。そんな感じでですね、皆さんに楽しんでいただけるようにやっていきたいなと思ってるので、これをやってほしいだとか、なんか面白い企画があれば、気軽にコメントとかメッセージしていただければ、なるべくやっていきたいと思ってます。そんな感じでこれからよろしくお願いします。